が動いたようでした。さあ後攻になりまして競争スタート。まずは注目の前取り、7番の中園、1番の藤原、両者の前取り争い、共にダッシュを利かして、さあ前取り争いどう決着つくか。1センター両者並走しております。内が1番の藤原優と外7番の中園智之、1番藤原がどうやらスタートを決めたようです。6番の滝山ミドル上がって、そして4番車の田中和馬も上昇、あとは2番の山原俊井で、さあ4126で中四国4車並びを作りました。3番の渡辺隼太が5番手、後ろは5番の穴井俊久、7番の中園智之で、この混成ライン渡辺ラインも並びを整えています。4対3です。2周回目1コーナー回ります。4番の田中、準決勝は野口のパワーに敗れました。ただ田中は自分のレースをやっています。任せる藤原、絶好の展開ありますでしょうか。2番の山原が追走、3日間田中との連携、6番滝山は中四国4社結束の並び、しんがりです。バックを通過いたします。3番の渡辺は5番手、準決勝道中中段煮詰まり、引くにも引けない展開でした。この難関1社、渡辺の後ろに5番の新井、7番の中園、福岡両者が続きます。4コーナーを回って競争いよいよ勝負どころに差し掛かるところで、3番の渡辺が上昇、さあ赤ワンフォームスーッと車を進めていきまして、4番田中を抑えます。前後ろ並び入れ替わりまして3対4です。さあ4番の田中は一旦下げての4番手からすかさず巻き返す、2コーナーからバック、さあジャンでは4番田中が前を叩きまして、2番の山原ちょっと前、岡山コンビと口が開いていますが、まずは4車で出た形。3番の渡辺は叩かれての現在5番手前と2車身の車間です。さあ競争最終周回、4番の田中影、1番の藤原が番手、2番の山原3番手に6番の滝山が続く。さあまくって反撃、3番の渡辺4番手、3番手と上がっていって番手1番の藤原がブロックに回る。3番の渡辺隼太が力で乗り越えました。5番の新井、そして7番の中園が続いて直線コース、3番の渡辺隼太が1着か、5番の新井、そして3着争いはどうでしょうか。第6レースは特選競争1組目、3着争いは3車並んだか、藤原、山原、中園、まずは1着争い3番の渡辺隼太、まくり痛烈でありました。5番の新井が続いての混成ライン、ワンツー決着、ワンツースリーまでなったかどうか。7番中園、2番山原、両者での3着争いかと思われます。最終は1番藤原、正式な着順は決定放送までお待ちください。第6レースでした。